おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションアワーです。今日は7月は30日木曜日、昨日に続いて英語をテーマに取り上げます。私は毎週水曜日および木曜日ですけれども、夜 ESS 英語のスピーキングを皆様で楽しんでおります。水曜日の夜はゼービック、木曜日の夜はイーストウェストディスカッショングループです。ゼービックはスタートしてまだ5年ですが、本当の気の合った仲間とですね、ざっくばらんに食べながら飲みながら英語を喋ってます。もう文法とかですね、その英語がうまいの下手いの関係ないです。飲みながらですね、歌いながら音楽聴きながら楽しんでます。ちょうどですね、昔ありました60年代にありました新宿の歌声喫茶アシベのをイメージしています。まあ若い人は知らないでしょう。もう50年前の話をしたらお化けが出てきますけれども、新宿にアシベというですね、歌声喫茶があったんですよね。そこで飲み食いしながらみんなで歌を歌いました。そのイメージをですね、私は持ち込んで再開しています。毎週水曜日の夜8時からスタートして、まあ、1時間半ぐらい英語で喋ります。まあ、スタートからウイスキーを飲んだりご飯を食べたり OK です。OK です。まずはですね、皆様が人生で出会った楽しい音楽というテーマを皆様にバンバン喋っていただいて意見交換をしました。我々は人生で悲しい時、嬉しい時、音楽と絡むと思います。人生における音楽との出会い、音楽との思い出。昨日出た方々はですね、いろんな音楽聞いてみるとみんな違うんだなと思いました。スペイン音楽が好きな人、ヨーロッパあるいはアメリカ音楽が好きな人、いろんな方がおりましてね。まあそのシーンをですね、今から30秒ぐらいつけておきますので、どうぞご覧ください。 Usually play by violin, but I like guitar version, guitar version. So sometimes Japanese guitarist, Fukuda Shinichi, Shinichi Fukuda.